皆さんこんにちは。2021年6月14日月曜日夕方5時になりました。ラジオの中の会社スカイロケットカンパニーと申します。私マンボウヤシロと申します。今日からラジオ業界スペシャルウィークということで夕方の番組ですし、まあ景気よくじゃないですけども、明るく元気よく、さあスペシャルウィークだと行こうかなんていう打ち合わせもしていたんですが、先ほど入ってきたニュースです。偉大なる作曲家のですね、小林亜星さんが亡くなられたということでございます。ご冥福をお祈り申し上げます。おそらくいろいろな世代の方があの曲もそうだったんだ、この曲もそうだったんだっていうふうに聞けば聞くほど驚くんじゃないかなと、そういった多くの作品を、残してくださっておりますし、本当に世代を超えてですね、多くの日本で生活する人々がですね、曲に勇気や、力をもらってきたんじゃないかなということで、スペシャルウィークなんですけども、ちょっとですね、今日は冒頭から、小林亜星さんが手掛けた作品を少し、追悼の意を込めて流させていただけたらなと思います。お聞きいただきました4曲連続で行きましたが、すべて小林亜星さんが手掛けた作品でございます。まずは野に咲く花のように、裸の大将ドラマでおなじみで野に咲く、あの優しい楽曲でございます。そしてこの木何の木、気になる気になる CM でおなじみでございます日立の木。そしてですね、西武ライオンズファン、もちろん野球好きな方々は聞いたことあるでしょう、地平をかける獅子を見た。そして最後かかりました、この番組的にも毎週かかってたこともございます、日本昔話アニメですねの曲でございました。人間っていいな、4曲連続で行かせていただきましたけども、やはり偉大なお仕事を、素敵な作品をたくさん残してらっしゃる方だなという印象です。さあツイッターはどうでしょうか。はい、大チャンヌさん、大チャンヌさん、小林亜星さん亡くなられたんですね。高尾ポさんの野に咲く花のようには高校の時に合唱コンクールで歌った曲です。懐かしいです。みんな知っている曲が多いですね。ありがとうございました。そしてこちらはフェルダンさんでいいのかな。はい、フェルダンさん、はい、はい、うん、ライオンズの曲もそうなのか、うん、あ、そうだからね、うん、あの曲もそうなんだ、あの曲もそうなんだと思う作品が多いですよね、はい、うん、それほど多くの作品を残してらっしゃるということで、今日またどこか5時台6時台でもですね、改めて少し楽曲をかけれるようだったら、番組としてですね、もうちょっと追悼の意を込めてですね、作品をかけることができたらなと思っております。それでは本部長、そろそろ会議のお時間です。皆さん今日一日お疲れ様でした。今日良かった人も悪かった人も明日を良い日にするためにアフター会議を始めよう。スカイロケットカンパニー、明日への呪しを上げるラジオの中の会社スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。東京地方いよいよついに梅雨入りいたしました。はい、先週の暑さを考えればまだ梅雨入ってなかったのかという感じがしますけども、関東以外のところでは、観測史上一番早く入った地域なんかもありまして、はい、1ヶ月ほどの差がある状態での関東の梅雨入りということなんでしょうかね。6月14日、例年よりは1週間ほど遅いですけども、はい、過去数十年間で見ると、まあ、トップ10に入るほど遅い梅雨入りということでございます。明日以降かなり天気がぐずつくということですので、それも踏まえての今日梅雨入りということでございます。はい、今日も雨降りましたの で不安定な天候が続いておりますので、急にポツポツと降ってきたりもしますので、皆さんお帰りの際はですね、傘などのお忘れ物ないよう気をつけていただけたらなと思います。ようやく、本格的にですね、気象庁から宣言が出て傘が手放せないシーズンが始まったということでございます。さあそして本部長、いよいよ今日からスペシャルウィークです。はい、豪華ゲストに豪華プレゼントと、もう鉄壁の布陣となっております。
あと私たちが仲良くやれれば完璧です。仲良くやれれば仲良くやってる方でしょうよ。何なのよ、そのプロレスをガチの喧嘩だと思われちゃうでしょ。本当にそのプロレスっていうのがもうわからないんですって。え、私も最初はプロレスって猪木とか馬場のだよね、古いな世代が、この人何言ってんだろうなって思ってましたよ、うん、あのなんだろうな、もう本当に出てくるレスラーがもうおばちゃんなのよ、それも。だからそのおばちゃんとかも言っちゃダメなんですって、うん、え、うん、ね、どういうこと？だ、本気で思って言ってるわけじゃないじゃない。秘書なんて若々しくて NMM の飲んでね、どんどんこう老化がもう逆流し始めて素敵なお嬢様ですよ。おばちゃんとかババアなんて思ってないんで、思ってないのに言ってるからプロレスじゃんっつってんじゃん、ダメなんですって。今週はお笑い業界どっぷり脳の発言は禁止でいや俺どっぷり脳じゃないよ、そんなに。もうやめてるしね、実際ね僕なんか薄味の方よ、他の芸人に比べたら。おそらくスペシャルウィークですから、はい、もうみんなが楽しめるようにしましょう。あ、聞いてる人がね、はい、聞いてる人がそのプロレスって言ったところで、そう、確かに先週ね、何ですかプロレス、先週水曜日だっけ、オープニングで結構強いのプロレスの喧嘩やったらもう聞かないって書き込みがもう今日は聞かないラジオって、うん、消します、ちょっと待ってよっつって、分かるじゃん、うん、今のプロレスだってそれがもう時代遅れね、伝わらないみたいですね。プロレスがそもそも何なんだっていうことですもんね、うん、分かりました。4日間楽しく気をつけてお送りできたらなと思っております。ありがとうございます。それでは本部長、今週のスカロケはどんな感じでしょうか。今週のスカロケはスカロケ流極上レディオバケーション。今週のスカロケはスカロケ流極上レディオバケーションと題し、キャンプ、アニメ、妄想とコロナで大変なご時世をちょっと脇に置いて、上手に現実逃避するためのヒントをシェアしていきたいと思います。そして月曜から木曜まで掲示板に案件を書き込んでくださった方には、現実逃避資金として毎日5名様に1万円分の旅行券をプレゼントします。はい、でか、え、5名様、そうです、わー、5名様に1万円分旅行券でございます。さらに毎日バケーションの過ごし方の第一人者の方々にお越しいただき、充実のバケーションライフについてお話を伺っていきます。初日となる本日のゲストは福田萌さんです。国立大学の工学歴タレントとして活躍し、オリエンタルラジオの中田さんとご結婚、そして今年からご家族で活動拠点をシンガポールに移し、これまでの枠にとらわれない新しい生き方を体現していらっしゃいます。7時台にリモートでのご出演です。はい、現在はシンガポールで生活をなさってるということですので、ちょっとシンガポールのコロナの状況なんかも少しだけうっすら教えてもらえたらなと思いますし、はい、ね、ある意味では僕からすると吉本なんで、うん、後輩の嫁さんなんですよね。そういう関係性にもありますし、どうしてね、うん、このタイミングで日本よりもシンガポールを選んだのかとかですね、はい、いろいろなお話を伺っていけたらなと思います。あっちゃんとかも近くにいるのかしらね。あ、もうスカロケでは本部長代理もしてくださいましたからね。そうね、そうよ、そうじゃない、うん、いたら出てほしいけどねシンプルに声聞きたいですよね。ねえ、ねえ、いいじゃんね。そう、うん、それも楽しみでございます、19時15分ぐらいからの登場でございますのでお楽しみに。さあ、まずはこちらから、スカイロケットカンパニー社員実態調査。毎日働く皆さんの実態を調査するアンケートを実施、そして今回実施したアンケートはこちら。将来的に海外移住したいですか。本日のゲスト福田萌さんがシンガポールに移住されましたが、将来海外移住したいと思ってる方はどれぐらいいるんでしょうか。将来的にはしてみたいなっていう気持ちもありますね、オーストラリアだったりとか。シンガポールも素敵な街だなと思いますし、それから僕はタイが好きなので、はい、タイ、日本で働きながら日本の作品を文字書いて送って、データで、で円を送ってもらってバーツで使うっていう、はい、まあ本当円で稼いでバーツで生きる、まあ、これが僕のすごいいい生活ですね。でこれが本当にずっと30代から目標にしてるところなんですよ。それで脚本家になったわけですし、ああ、じゃあそれが現実になる日も、ちょっとずつちょっとずつ近づいてってるんですよ、うん、で犬も飼いたいんでね、はいはい、タイで、タイで飼いたい、タイは犬すごいいっぱいいますから、ワンちゃんそこら辺にもいますのでね、うん、秘書はどこに住む、あ、まずそもそも海外移住は、私は、うん、
留学はしたいですけど移住ってなるとちょっと、あ、なるほど、結構ハードル高いなって思って、まあ、確かにね、そうかもしれないですね、うん、住む、ずっと住むってなるとやっぱり日本、そうだけど僕はだから、うん、留学みたいな考え方でもいいと思ってるんですけども、はい、3年でも5年でもまず住んでみるっていうのは、そう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 、仕事次第かもしれないですけども、うん、どうせね一回きりの人生であれば一、回ぐらい海外行って、で老後は僕もう一回日本に帰ってきた方が、僕は老後日本で暮らしたいだって思ってて、10年とか20年とか、うん、ちょっと海外で途中過ごせるんだったら許されるんだったらとか、うん、ね、そういうふうにも考えますけども、うん、さあ皆さんどうなんでしょうか、アンケート結果がこちら。将来的に海外移住したいですか？はい 17% いいえ 83%、 まあ日本もいい国ですからね、そもそもがね、はい、はいが 17% ですが、男性だと 19%、 あれ男性の方が多いですね、女性が 15%、 なんか女性の方がこういうのの数字高いかなと思ってたら、男性の方が移住、海外移住を考えている。10代高いです。はいと答えた方が 20%、 5人に1人。なんか10代とか20代時の方が気持ち的なフットワーク軽いから、うん、住みたい住みたいみたいな憧れも、30後半40代半ばぐらいに入ってくるともう人生です移住はないんじゃないかってうっすら諦め始めるというか、そうそうそう、まあしなくてもいいかぐらいのね、旅行で行けばいいかぐらいの。20代だとはいと答えた方 16%、 30代は動きが強い、20代は多分今こうお仕事だったりとかいろいろなことがこう覚えたりとかこなすことでも必死だと思うんですよ、人間関係が増えていったりとか、はい、30代でやっぱりちょっと落ち着くんでしょうね。はいと答えた方が 19%、 ここ高いです。10代と30代がかなり高いです。40代で 16%、 50代で 15%、 60歳以上、じゃあ僕たちよりも人生の先輩方はどう考えてらっしゃるのか、はい、将来的に海外移住したいですか、60歳以上の方、はいと答えた方が22%、 一番高い数字になっております。あったかいとこが多いんですかね、やっぱりハワイだったりとかさ、いいじゃないですか、インドネシアだったりグアム、そうそうそう、ベトナムだったりとか、それこそタイでしょ、うん、今ねちょっと治安的にミャンマーとか心配ですけども、ま、ミャンマーも一回行った時本当に人が優しくていいところだなと思いましたし、まあいろいろね考え、フィリピンもいいですよね、うん、はい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 。さあということでございます、細かい数字気になった方は番組のサイト、それから無料でダウンロードできるアプリからご覧ください。さあそんなアンケートを踏まえまして、より良い明日にするための本日の議題はこちら、極上の時間案件、忘れられないあの旅。皆さんが旅で起きた忘れられない出来事を募集します。極上かどうかそれぞれの価値観なので、旅での貴重な体験、触れ合い、そしてハプニングまで、旅先での忘れられないエピソードを教えてください。例えば、湯布院の温泉が気持ちよすぎて一泊なのに20回入りました。なんていうんですか、湯あたりっていうんですか、はい、うん、どうなんでしょうね、1日20回入ったら湯布院ねはいはいはい。タイで象に乗ったら突如暴走、怖かったが忘れられない体験に。タイに行って夜遊んでたら象が街にいたんですよ、はい、街中に大きいのもいればちっちゃいのもいて、ちっちゃいのは人間が横にいて花売ってたんですよ、観光客用に。いや本当にでかい象もたまに歩いてんのよ。え、そのバンコクとかじゃないですよね。バンコクで、でちっちゃい象もいて、ちっちゃい象が花のとこにカゴを持って花を入れてて、うん、かわいいじゃないですか、はい、でお尻ペンペン触ってたの俺。え象のちっちゃい小象のお尻をペン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 触ってたら、はい、うんうん、後ろ足で蹴られたんだけど、はい、7メーターぐらい飛んだからね。いや本当に漫画みたいな、本当にそんなこと起きる。すげえ遠くのゴミ箱に気がついたら飛んでたの。いや小象ですよね、小象で、小象でそのエネルギーなんだと思ったの。
象の後ろね、気安く回らない方がいいよ。お尻もペンペンしない方がいい。で、皮膚が硬いからさ、かわいいなっつってさ、ペンペンしてたの。そしたらさ、バーンって蹴られたんだけどさ、まあ、じゃれるような蹴り方なんだけど、殺傷能力半端ないからね。一瞬の出来事。やっぱね、生き物としてのパワーが団地だよ、団地。あれはね、危なかったなと思う、本当に。気をつけてくださいよ、皆さん。観光地で見た象だけは気をつけていただけたらなと。あと他に。アメリカでトランプ元大統領を見かけましたが、何よりそのデカさにびっくり。はい。メッセージ社内掲示板で、スカイロケットカンパニーの公式新アプリ、またはウェブサイトからの投稿をお願いします。今週は案件を掲示板に書き込んだ方の中から抽選で5名の方に毎日1万円分の旅行券をプレゼントしますので、どんどん書き込んでください。ここでも話したことありますけども、後輩の嫁さんと嫁の友達と、まあ、トリッキーな旅行ですけど3人でセブ島行ったことがありますけども、はい、ご飯を食べて帰りホテルが割と近かったんで、行きはタクシー乗っちゃったんですけど、あ、意外と近いから歩いて帰ろうかと思ったのが間違いの始まりで、うん、3人で夜道歩いてたら、後ろからあの野良犬がついてきて、2頭ぐらいがついてきてて怖いんですよ。もう怖い。いつ後ろからガブってやられるか、うん、でちょっと早歩きで歩いてたら、うん、振り返ったらもう後ろに10頭ぐらいいるんですよ、野良犬が。でこれやばいなーなんつって急ごうと思ったら、今度前に野良犬の別の集団が15頭ぐらいいて、こっち見てうーってなってるんですよ。要は野良犬のリーダー人間3人みたいな状態ですよ。トップ3。それで野良犬同士の抗争始まったんですよ。で現地の人が僕たちを横の方に、そう、そこに住んでる人たちが急いで来てくれて助けてくれたんですよ。あのね、野良犬の抗争に巻き込まれた時にもう死んだと思う。ちょっと待って、リスナーさんハードル上がっちゃいます。そういうエピソード届けないといけない。皆さん象に蹴られたりとか野良犬の集団の抗争に巻き込まれたりしてないの？そんなばっかりじゃないし、そんなことない。まれもまれですよそれ。だいたい1回の旅行で1回死んだかなと思う、うん。向いてないですよ。向いてないな、確かに。本当だわ、やめとくわ、うん。さあ早速メッセージいきましょう。東京都31歳女性、会社員のソラさん。ソラさん、本部長秘書、社員の皆様お疲れ様です。お疲れ様です。私は20代のうちにオーロラを見てみたいという夢があり、オーロラ見たい。30歳になる直前にカナダのホワイトホースというところに行きました。あ、すごい行動力ある。東京の真冬ぐらいの寒さの時期だったので耐えられないほどの寒さではなく、うんうん、はいはい、東京の真冬なら大丈夫でしょう。同じツアーの方たちとおしゃべりをしながら、甘いお菓子と温かい飲み物とともに、うん、毎晩オーロラが出てくるのを待ちました。あ、そっか、待つんだゆっくり。あ、いいですね。ガイドブックに出てくるようなオーロラは見られませんでしたが、瞬間的にでも見れた時は感動でした。うわ、おめでとうございます。自分のために高いお金をかけて、有給もたくさん使って、うんうん、贅沢な時間の過ごし方ができた極上の旅でした。そしてもっとすごいオーロラが見たいという欲が出てきて、今度は30代のうちに北欧へ行こうという目標ができました。いいじゃないですか。僕もどっちかっていうと、仕事をしている意味合いは旅行に行く、まあ、どっちが目的なのかももう分かんないですけど、仕事と旅行があってなんとか楽しくやってこれた方なんで、はい、このコロナ禍っていうのは結構やっぱ精神的にはきついですけど、まあもちろんね、お仕事で大変な方々がいらっしゃいますし、旅行ぐらい我慢しなきゃいけないのも分かってますし、はい、自分のね仕事もこう中止になったり延期になったりしてるものもありますので、ただやっぱり旅行行きたいなと思いますね。オーロラ見たことあります？ないです。ないんですよ。僕もだってさ、オーロラも見たいしさ、はい、マチュピチュも行きたい、うん、世界中さ、ピラミッドだってね、見たいですし、もう行きたいところなんかきりないですよ、はい、本当に。どうですか皆さん、どうですかね、本当に極上の時間案件、忘れられないあの旅、一瞬でもオーロラを見れた、最高ですね、うん、ハンコ。バンプオブチキンでございます。オーロラ、イントロがかかった瞬間に、あ、よもや来たかなと思っておりましたけどもね、オーロラでございます。来ましたね。オーロラ見たいですね。見たい、生で見たい、はい、今日もね、はい、なんとかこう、うん、上手なおしゃべりと素敵な楽曲で、はい、皆さんの頭上にレディオからオーロラを、ね、届けられるような放送、虹をかけれるような、オーロラが見えるような放送を心がけて、
今日も東京編一丸となってですね頑張っていきたいなと思っている所存でございます。すごい嘘っぽかったんですけど。そうだね、もう詐欺師の言い方だもん。すごい嘘でした。うん、嘘つきの言い回しだもんね。スカイロケットカンパニーです。スカイロケットカンパニー小池屋歌エール。日本のじゃがいもは美味しい。日本のポテトチップスの老舗小池屋の提供でお送りします。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長の万坊八代です。秘書の浜崎美穂です。ここからの時間は小池屋歌える。夕方5時台、ちょっと疲れが見えてくるこの時間、このコーナーでは曜日ごとの選曲テーマで働くあなたに音楽でエールを届けます。週始めの月曜日はサクウタ。月曜日のサクウタでは早めに仕事を終えたいあなたに送る仕事がサクサクはかどる一曲をご紹介します。サクサク。さらにリスナーの仕事がはかどるリクエストもお待ちしています。サクサク。今日メッセージをくれたのは39歳女性、神奈川県のペンギンママさんです。はい、ペンギンママさん。私は某有名回転寿司チェーンでキッチンのパートをしています。そんな私の作歌はリップスライムのジョイント。リップスライム来た。お昼と夕方のピーク時はもうオーダーのお寿司を作るのにてんやわんや。いち早く美しく清潔で美味しいお寿司を作るためには自分を高めるサクウタを脳内でガンガン鳴らします。美味しいお寿司をいつもありがとうございます。今検索したらミュージックビデオもお寿司つながりでした。あ、イエーイ。そうなんだそうなんだ、はいはいはい。今日も明日もノリノリで美味しいお寿司を作ります。食べに来てね。食べに行かせていただきたいということでございます。急にお寿司食べたくなりました。ということで今働いてる方たくさんいらっしゃると思います。皆さんがですねサクサクと仕事が終えられるように、ラジオネームペンギンママさんからのリクエスト、サク歌どうぞ。最高でございます。僕は芸人辞めるときにですね、ルミネ座吉本で最後に単独ライブやらせていただきましたけども、その時に、はい、ピースの又吉くんだったりとかロバートの秋山くんとか、はい、とコントをね最後に思う存分やらせてもらうぞっていう風に決めた時に6人出ていただいたんですけども、はい、そのうちの1人がリップスライムのりょうじさんですから、りょうじさんがいやコントでいいんすかみたいな、いや俺いろんなジャンルの人と最後ね芸人辞める前にやりたいんですよ、でりょうじさん稽古に来てくれたりとかもあって、リップ大好きなんで、スクールオブロックも2005年に始まってますけど、スタートはリップスライムもあれ先生だったと思うんだけど、そうですよね、大好きなんですよ、うん、リップスライムね。この楽曲も大好きです。ノリが良くて、ラジオの前でまだお仕事なさってる方々どうでしょうか。サクサクとお仕事進んだんじゃないかなと思います。お聞きいただいたのはリップスライムでジョイント。皆様からのサク歌お待ちしています。応募はスカロケのホームページから歌える特設サイトにアクセスしてください。採用された方には小池やお菓子の詰め合わせをプレゼントします。またこのコーナーの選曲プレイリストは Spotify で公開しています。 Spotify を立ち上げて小池屋で検索してみてください。さあ本日6月14日も小池屋の新商品が発売されております。本日ご紹介するのはじゃがいも心地ペペロンチーノソルトです。もう贅沢な厚切りにスライスされているのが特徴で、しかも厚切りなのでフレーバーの味付けがもうもはやお料理のようにしっかりと味わえるポテトチップスです。なんとこのペペロンチーノソルトは昨年販売が終了していたものが皆様からのご好評につき新商品として復活ということなんです。はい、好評の声を受けて復活したということですね、うん、はい、美味しかったです。ものすごいやっぱり厚切りカットいいですよね、うんうん、食べ応えあるというか、はいはいはい、あと唐辛子のピリ辛も効いてるので、うん、あペペロンチーノだっていう味わえます。すごいペペロンチーノ感ありますよ、うん、ニンニクもそう、はい、ぜひぜひ味わってみてください、はい、ローストガーリックと粗挽きの唐辛子、そこに爽やかなエキストラバージンオリーブオイルで風味付けがされています。
また今月から毎週月曜日にご紹介した商品は小池屋商品詰め合わせに同封させていただきます。小池屋のじゃがいも心地ペペロンチーノソルト、ぜひコンビニやスーパーでチェックしてみてください。私も食べましたよ、見つけましたよなど、ハッシュタグ歌エール、歌は漢字でエールの横棒は2本、このハッシュタグ歌エールをつけてツイッターでの投稿をお待ちしています。スカイロケットカンパニー小池屋歌エール、日本のジャガイモは美味しい、日本のポテトチップスの老舗小池屋の提供でお送りしました。スカイロケットカンパニー東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。さあ今日はですね、極上の時間案件、忘れられないあの旅、旅の話聞くのいいですね。やっぱり鳥取県25歳男性、はい、会社員の成長剤のヘビーユーザーさん、ヘビーユーザーさん鳥取からありがとうございます。本部長、秘書、リスナー社員の皆様、お疲れ様です。お疲れ様です。初投稿です。ようこそ。忘れられないあの旅ですが、それは3年前大学の卒業旅行です。当時仲の良かった男友達と女友達と3人で普段から遊ぶことが多く、その3人でヨーロッパに行くことになりました。いや、なんか青春っすわ、男女3人で。はい、この3人の馴れ初めは、男友達が女友達のことをずっと好きで、うんうんうん、私は仲介役で2人をくっつけるために一緒に遊んでいました。はい、ヨーロッパの非日常感からか、私の存在をよそにより仲良くなる2人。はい、最高。帰国後、卒業式の日に見事2人は付き合うことになり。付き合うのか。じゃあカップルプラスワンで言ってたようなもんだ。なんかいいんだよ、でもヘビーさんがそれでいいっつってんだから。はい、うん、就職後、うん、私が現場監督をしたアパートで同棲を始め、うーわ、そのアパートでプロポーズに成功し、今年中に入籍することになったそうです。なんとおめでたい。今でも絶対自分は邪魔者だっただろうと冗談話をしながら当時の旅行を振り返っています。2人でヨーロッパ旅行なんて言ったら絶対喧嘩になってたと思いますよ。カップルでさえ揉めるんだから絶対3人いた方が良かったんですよ。今度は僕の順番。僕の順番。いい恋見つけてください。鳥取からありがとうございます。そしてお友達 ご結婚おめでとうございます。よーよし、ハンコ。続いて東京都28歳女性、会社員の納豆ご飯大好きさん。納豆ご飯大好きさん、お疲れ様です。お疲れ様です。大学生の時に行ったイタリア旅行で、ツアーバスの現地の運転手さんに口説かれたことが忘れられません。あ、イタリアっぽい話出ましたね。恋ですね。全ジローラモさんだからね、うん、友達3人で行ったイタリア旅行、ツアー最終日に他のツアー参加者と添乗員さん、運転手さんとみんなで打ち上げということでディナーを食べに行きました。はいはい。たまたまトイレの独立洗面台のところで運転手さんと鉢合わせ、うん、畳半畳ほどの空間で2人だけになり、あれ、おお、ごめん、1回出るねと出ようとしたら腕を引っ張られ、そのままハグされ、めちゃくちゃキスされました。大丈夫？嫌な思い出として残ってない？これちょっと大丈夫？デリケートなご時代だけど大丈夫？その法的にちょっといろいろダメでしょこれ。コンプライアンス的に完全にアウトなんだけど。離れようとしても背も体格も大きかったので、うん、それ以上読み進めて大丈夫？なんか全然抵抗できず、ね、暗雲しか立ち込めてないけど大丈夫それね。片言の日本語で、うん、綺麗、可愛い、ほんと可愛いと話してくれません。ちょっとジローラも何も知らずに入ってきた全然知らない現地のおばあちゃんには、おお、邪魔してごめんみたいなこと言われて。邪魔してじゃない、助けてなのよ、どっちかさ。イタリアの人の感覚が俺もう分かんないわそれ。助けてください、助けようかの方なのよ。助けてもらえず、うん、あ、もらえずだ、うん、その後何食わぬ顔で一旦席に戻って、うん、無事ホテルに着いたのですが、おお、サンタルチアだね、サンタルチア、うん、
ワインがあるから飲もうよ。ワインがくどいね。すごい来ますね、やっぱり、うん、ホテルの部屋番号が書かれた紙を渡されました。ガンガン来ますね、うん、他の友達のこともあるので部屋にはさすがに行きませんでしたが、そりゃそうでしょう。あの時行ってたらって思うとちょっとドキドキします。うーん、まんざらでもないんかい。忘れられないいい思い出ですよこれ。そうか、よかったんだ、はい、やんや心配して突っ込まなくても本人がそんな嫌じゃなかったらこれは問題ないもん、うんうん、あ、よかった、いい書き込みですね。それで読み進めたんですね、はい、あの時もしかしたらね、彼の部屋、イタリア人の彼の部屋行ってたら、はい、もしかしたら今頃イタリアに住んでたかもしれませんよよーハンコ。いい歳になってきて思いますけど、イタリア人ほどの気持ちの強さが欲しいなと思いますね。さあ、お聞きいただいているのはオーサムシティクラブで忘れな。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。さあ、今日は極上の時間案件、忘れられないあの旅でございます。東京都24歳男性、会社員のポンテラーさん。ポンテラーさん、お疲れ様です。お疲れ様です。忘れられない旅、それは0泊3日の名古屋旅行です。0泊3日の名古屋旅行。学生だった当時、火曜日に授業がなかったこともあり、学科の友達と0泊で名古屋への旅行を計画。はい。まず月曜日の夜に新宿の居酒屋で何杯か引っ掛けて、うん、夜行バスに乗ります。うんうん。早朝に名古屋に着いたら、まずはモーニングのトースト、そして銭湯を経由して開店と同時に台湾混ぜそば、名古屋城を経由して味噌カツ、その辺のベンチで昼寝をした後手羽先を食べて、またもや夜行バスで帰るというものでした。なるほど。疲れすぎて帰ってきた水曜の昼からの授業の記憶はほとんどありませんし今考えると本当にふざけた旅だったなとは思いますが、一生記憶に残るぐらい濃い旅になりました。ノリで行っちゃおうかみたいなね、学生時代にね、うん、名古屋行っちゃおうかっつって朝から絶対楽しいやつですよ。いや絶対サウナ入ったり手羽先食ったり味噌カツ食ったり名古屋城見たりもうんで帰ろっかっつって水曜授業かっつってゼロ泊3日最高すぎませんか。いいですね。いい、本当に、うん、またねそういう風なノリで旅行ができる時がすぐ来ればいいですね、はい、うん、学生の皆さんが自由に遊べたらいいなと思います。ハンコ。Welcome to Yellow City。 タイヤの品揃えならイエローハット、タイヤの取り付けならイエローハット、タイヤで選ぶならイエローハット。6時です。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。時刻は6時を過ぎました。秘書の浜崎美穂です。6時でお仕事終わった方々、お疲れ様でございます。お疲れ様です。さあ、東京梅雨入りいたしました。今日6月14日でございます。はい。今日も雨降りましたし、うん、明日からも不安定な天候が続くということですので、はい、お仕事帰りの方々はですね、もしかしたら駅に向かう途中で雨降ってないかもしれませんけども、駅構内等滑りやすくなってる場所もあるかもしれませんので、足元いつもより少しだけ気をつけてお帰りください。さあ、いよいよ梅雨がね宣言されて始まりました。そしてラジオ業界は今日からスペシャルウィーク突入、そして今週で緊急事態宣言は解除されるのか、はい、まん延防止等処置、重点処置の方に切り替わっていくのか、それとも延長なのか、飲食店のお酒のね、提供はどうなるのかなどなど、いろいろな思いがある方がいらっしゃると思いますけども、そんな月曜日の夕方6時でございます。スカイロケットカンパニー今日も8時まで、19時台にはですねスペシャルウィーク初日となる今日、福田萌さんがシンガポールからリモート出演してくださいますので、はい、ぜひ楽しみにお待ちください。いろいろな話聞ければなと思っております、うん、
さあということで今日はですね5名様に1万円分の旅行券をプレゼントしております。こちらはどういうふうに参加したらよろしいんでしょうか。はい、掲示板に案件のメッセージを書き込んでくださった方に現実投資資金ということで現実逃避資金ですね。はい、毎日5名様に1万円分の旅行券プレゼントですので初メッセージもお待ちしています。アプリなどダウンロードしてぜひ掲示板にメッセージ書き込んでください。はい、ラジオのプレゼント企画っていうのは結構狙いやすいんじゃないかなと思いますし、掲示板に案件ですので、はい、ぜひ参加していただけたらなと思っております。さあということでここからの時間はこちら。この時間は我がスカロケリスナー社員の皆さんからの今日頑張ったこと大変だったこと嬉しかったことそんなメッセージをご紹介します。スカロケからお疲れ様と言わせてください。それではどんなメッセージが届いていますか。東京都32歳女性会社員のみゆうさん。みゆうさん、関東がやっと梅雨入りしましたね。ジメジメする季節であんまり好きじゃないなと思っている人が多いと思いますが、実は私雨がすごい好きなんです。6月生まれということもあるのかもしれませんが、外にいる時に雨がポタリポタリするのを感じるとなんかそわそわしてきます。雨のザーザーという音も好きで、ザーザーいいですよね。なかなか眠れない時に聞いたりもします。傘もお気に入りの1軍2軍などランクがあり10本以上は持っています。 あら、はい、これから雨の日が続きますがお気に入りの傘とともに梅雨を楽しみたいと思います。お気に入りの傘持ってること大事ですよね。うん、お気に入りの傘人生で1回だけ持ってたことあるんですけど、はい、いただきもんでねすごくいい傘だったんですけども、どうなりました。もちろんなくして帰ってきましたね。ショック。劇場に刺して雨降ってて劇場に刺して入って1日仕事だったんですよ、はい、劇場で、うん、で帰りに降ってなかったんでそのまま忘れてしまって、うん、次の日に取りに行ったんですよ。いい傘だったんでいただき物の、はい、もうなかったです、うん、ショックショック。まあ誰かが使ってくれてたらいいなという気持ちですけどもね、うん、先週の書き込みにもありましたけども雨が降り出して一番初めにその雨降ってきた一番初めの粒に当たると幸せになれるというね、うん、そういういいおまじないじゃないですけどなんていうんですかね、うん、言い伝えというかね、はい、そういうのもあるという話ですので梅雨悪いことばかりありません。必要だから梅雨があるということでね、うん、寝苦しい夜なんかに雨ザーザー降ってる中でね窓を開けて、この時期はもう寒くないですから暑いぐらいですから窓は少し開けて雨の音が入るようにして寝るっていうのあれ結構気持ちいいですよね、はい、今だからできることかもしれません。それでは本部長リスナー社員のみゆうさんへ向けて早速乾杯しましょうか。6月が誕生日ということで梅雨が好き雨が好きということでございますし、誕生日もじゃあ近いんじゃないですか、ね、もう過ぎちゃったのかしら、そろそろかしら、はい、とにかくね雨降っても暑い日は続いておりますので美味しくキリン一番搾り飲んでいただけたらとみゆうさんお疲れ様です。乾杯。未来の鍵を握るレディオスクールオブロック、校長の坂田です。教頭の小森です。今夜のスクールオブロックは小森教頭生誕祝いアマゾン祭り開催。これで昨日誕生日でしたけど何でしょうこれ。さあ、そしてガールズロックスは森奈々ちゃんが投稿。豆柴の台風による豆柴ロックス、アイナジエンド先生によるアイナロックスもある。詳しくは番組ホームページをチェック。ラジオの中の学校スクールオブロックは夜10時に開校。どんな放送になるんだろう。スカイロケットカンパニー、東京 FM より生放送スカイロケットカンパニー、本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。まずは小森くん、ね、今本部長秘書とも後ろで言ってくれておりましたけども、昨日ですか、お誕生日おめでとうございます。よし、ということで、さあ月曜のこの時間はこちら。さあ、まああとは前半は宝塚記念だけですかね。 G1 は残すところは来週末という感じでしょうか。やるんですね、スペシャルウィークでも、ね、スペシャルウィークでもスペシャルマンデーやりますよ、競馬部マンデー。
さあ夏競馬がスタート、そして新馬戦、2歳の新馬戦なんかもですね、ダービーを超えて6月に入ってスタートしておりますけども、ちょっと私ね、昨日もね打ち合わせ、日曜日が今打ち合わせなんですけど、基本的にあらお忙しい、家に帰ったのがなんと15時40分、伸びてしまいまして会議が、じゃあ15時45分からのエプソムカップ、もう戸崎さんが出てたんで、戸崎さんから気になった馬にもう全部馬単表裏数百円だけ買いました。戸崎さんは、戸崎さん2着サトノフラッグ入ったんですね、ということは、1着がザダルです。はい、買ってました。うわ、ありがとうございます。そんな、なんかこんなさらっと当たったこと言うんですか。うわ、すごい。土曜日もほとんど時間なくて、はい、あの中京のメインが池添健一騎手が、あのもう一番人気ぶっちぎりの一番一点何倍だったんで、そこの3連単1着固定で、他の馬でなんとなく3000分ぐらい3連単いくつか買ったんですよ。どうせそれが外れでって感じ、またね、みんな何やってんだって、鳥紙かトントンかみたいな感じですよね。きっちり当たりました。すごい、ありがとうございます。乗ってますね。ほとんどやってないんですよ、週末ほとんどやってないんですけど、ありがたいことに、何レースかだけやって、すごい。正式に競馬部が終わった後に、いや本当にそんなこと言わないで、ベアレーさんがついてる間に勝ちたかった。いや勝っただろダービー、最後ちゃんときっちりダービーだから、ダービーから流れいいんですよ。すごいじゃないですか。ペロッと数万円勝ちました、本当に。かっこいいですね。だから来週の月曜日スペシャルウィークが今週終わって1日ね、あの5人の方に毎日1名、ね、1万円ずつの旅行券プレゼント、でそれが終わったら、来週の月曜もプレゼントしますよ、私が自腹を切って。よっ、バラマキ、本当に都議選も近いからね、こう本当に関係あったんですか。ね、都議選もやっぱもう出てかなきゃ出てかなあかんなっていうことで、秘書がまず先に都議選から行きますんでね、はい、いやということでね、楽しみ。これはね、でも土曜に池添健一さん、だって池添さんはツイッターでも DM 来て、スカロケにいつかって言ってくれてるんですか、ご本人が。池添騎手に土曜日、そして戸崎さんに日曜 日、まあ2着でしたけど、戸崎さんに関して、ありがとうございます。リスナーの皆さん、そう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 、本当に騎手替えがハマった土日でございました、ほとんどやれてないんで、ありがとうございます。そしてお二人のジョッキー、ありがとうございます。取った方々おめでとうございます。スカイロケットカンパニー桃屋の秒飯、味を大切にする桃屋の提供でお送りします。さあ、ここからは夕方に皆様の食欲をそそるこの企画、桃屋の秒飯。スカロケリスナーが考案する桃屋の商品を使った超簡単でまさに秒でできる秒飯の作り方を毎週ご紹介させていただきます。火も使わない、時間もかからず、誰でも手軽にできる食事の強い味方、桃屋の商品と身近な食材をアレンジするだけ。いよ、桃屋。このコーナーでは毎月テーマに沿ったレシピを募集しています。6月のテーマはキンキンに冷えたビールに合うおつまみ秒飯。商品の縛りはありませんので、桃屋のどの商品を使っていただいても OK です。今日はどんな秒飯を紹介していただけるのでしょうか。リスナー社員さんと早速お電話つながっております。もしもし。あ、もしもし、こんばんは。こんばんは、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。ラジオネーム教えてください。はい、3時のワーママです。3時のワーママさん。はい、3時のワーママさんは過去に番組で喋ったことも、はい、うん、あ、そうなんです。ありますよ。あれ何の時でしたっけ。あ、水曜日の、はい、一番搾りの乾杯の、あ、はいはい、デリバリーで、うん、あ、デリバリーで、はい、なるほどなるほど、ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。今日はこちら桃屋さんの方にも出てくださるということで、はい、いろいろ教えていただけるんですね。はい、ありがとうございます。では3時のわわわさん、今回のキンキンに冷えたビールに合うおつまみ秒飯は一体何を使ったどんなメニューなんでしょうか。あ、はい、桃屋の味付けザーサイを使ったレシピで、はい、水菜とクリームチーズの
ザーサイあえです。あ、美味しそう。早速レシピ教えてください。はい、水菜を食べやすい大きさにカットして、ボウルにごま油と鶏ガラスープの素を入れて軽く混ぜ、そこに、カットした水菜を入れます。はい。であとは桃屋の味付けザーサイと細かくちぎったクリームチーズを入れて混ぜて、お好みでごまを振って完成です。うん、おー、はい、ということで火も使わずめちゃくちゃ楽でございます。はい、うん、はい、ではスタジオにご用意していただきましょう。お、やってきましたよ。わー、色鮮やか、美味しそう。水菜の緑とクリームチーズの白と、そしてなんといってもこのザーサイ、もう食感が楽しみですね。すでに味付けザーサイ美味しいですよね。わんままさん、さあ、そうなんです。うん、はい、行ってみましょう。ね、では実際に試食したいと思います。いただきます。あ、いい感じに混ざってますね。いただきます。うん、あ、おいしい。最高に合いますね。味付け山菜と合うクリームチーズと水菜、本部長もぜひ。いい匂いがしております。ザーサイがね、相当うまいですから。そもそもこれがどういう感じになるのか、ちょっとザーサイ多めにいってみようかな。おつまみの中でも水菜ととってもおしゃれなおつまみ。いただきます。うん、うまっ。美味しいですよね。うまい。これ簡単だって。水菜を切るぐらいですよね。あとチーズはもうね、チーズも手でもできますし。うまっ。嬉しい。私、水菜のあの使い方、はい、結構量多いじゃないですか、一度買うと。味付けザーサイとこうやって混ぜて、うまい。おつまみもそうですし、おかずになりますね。いや、俺これご飯も食べたい。おいしい。いや、キンキンに冷えたビールも合いますし、もちろんおかずでもいいですね。はい、全然、うん、全然これ白飯もいける。うまい、止まらないです。うん、最高。桃屋のザーサイ結構そのまま食べるの好きなんですけど、うんうんうん、はい、なんかちょっと野菜取りたい時とかにいいなと思って、うんうん、いいですね。はい、僕もザーサイそのままでご飯と食ったりとか。いけます。はい、そうなんですよ。うんうん、ただこれ確かに野菜苦もなく取りやすいですね、これだと。あ、そうなんですよね、食べやすくなって、うん、うまい。ヘルシーにサラダ風にもアレンジできますね。はい。わあ、ママさん、最後になりますけど、はい、なんか伝えたいこととかありますか？言いたいこととか。あ、言いたいこと、はい。はい、私、スカロッケ聞き始めても8年くらい、結構長く聞かせてもらってますけど、独身時代から、うん、独身と、まあ、結婚して子供も生まれて、うんうん、割とライフスタイル変わっても、うん、ずっとなんか楽しく聞き続けられて、本当に感謝しています。ありがとうございます。番組が、はい、また長く続くことを祈ってます。報われます。はい、報われました。今泣いちゃう。ありがとうございます。いつもありがとうございます。そしてということで、うん、3時のワーママさん、うん、ごちそうさまでした。今回ご紹介した味付けザーサイはおつまみに欠かせない桃屋のロングセラー商品です。今なお愛される美味しさのポイントは癖になる奥深い味わいです。その秘密は原料を風干しし、3度の塩漬けで乳酸発酵をさせ、十数種類の厳選した香辛料に漬け込んでいることです。手作業で亀の中に詰め込み、手間と時間をかけておよそ1年間発酵熟成させる伝統製法を守り続けることで、桃屋オリジナルの奥深い味わいに仕上がっています。今日ご紹介した秒飯もスカロケのツイッターにアップしていますので、ぜひご確認ください。とにかく楽で美味しいレシピをお待ちしております。
このコーナーでは毎月テーマに沿ったレシピ募集しています。今月6月のテーマはキンキンに冷えたビールに合うおつまみ秒飯。商品の縛りはありませんので、桃屋のどの商品を使っていただいても OK です。投稿してくださった方の中から毎週5名様に桃屋人気の瓶詰め6種類ご飯ですよ、辛そうで辛くない少し辛いラー油、刻みニンニク、刻み生姜、穂先メンマ柔らぎ、味付けザーサイ、こちらすべてセットにしてプレゼントします。詳しくはスカロケホームページから特設サイトをご覧ください。たくさんのご応募お待ちしています。あなたの秒飯で僕たちをうならせてください。よー、東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。さあ、お聞きいただいているのは、いただいたのは今月のスカレコ社員の歌です。変態紳士クラブでグッド&バッドでした。さあ、ということで本日は極上の時間案件、忘れられないあの旅。さあ、現実逃避しましょう。神奈川県38歳男性、会社員の浜ペンギンさん。浜ペンギンさん、皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。15年前に国家試験を受けに行った時の話です。当時地元の青森に住んでいまして、試験会場が盛岡だったため、当時の彼女とプチ旅行感覚で車で盛岡に行きました。試験自体は午前中で終わって、定番のわんこそばを食べて、はい、145杯でした。いや、すごい。買い物をして夕方頃に青森に向けて出発しました。すると盛岡の高速に乗る手前で、大きな紙を持った人が、青森港と書かれたスケッチブックを持ったヒッチハイカーでした。出た、はい。彼女にいいやつ感を出すのと、ヒッチハイカーを乗せるという非日常感を味わってみたくて、乗せようぜと。はい。今考えると違った意味で怖い話ですが、若気の至りということで。確か広島から北海道を目指している方だったと思いますが、ご当地話やらでとても楽しい帰り道になったのを覚えています。乗せてよかったなぁと優越感にも浸れましたしね。それっきりでその方と再会することはありませんでしたが、ちゃんとここはどこですかね、ヒッチハイクっていいですよね。ちゃんと宗谷岬に着いたかなぁと。あのね、危険なこともありますのでね、うん、なかなかこう推奨はできないですけども、僕もやったことありますけども、あの本当にそういう行為に甘えさせていただいてですね、お話をさせていただいて、乗ってる時間特別な関係なんですよ。なんかこの車内の中で、うん、そう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 、うん、あの本当にありがとうございますみたいな、どっから来たのとか。大学の合宿に僕乗り遅れまして、バスに、はい、あのバスケ部だったんですけども、うん、それで、ね、もうお金もなかったんで、はい、ヒッチハイクでバイクを追っかけるっていう、あ、バスを、大学のすごいことしてますね。お金なかったんですもん、大学時代から。大学時代に、はい、うん、3年生とか2年4年生はすごい盛り上がってくれましたけどね、はい、変なやつがいるぞ1年にっつって、2年生にはきっちり怒られましたけど、ちゃんと間に合えって、まずまずね、本当に。いや、でもいいですね、彼女の前でちょっとカッコつけちゃう感じなんかも含めていいんじゃないでしょうか、うんうん、いいやつかも。続いて東京都34歳女性、会社員のちびすけきなこさん。ちびすけきなこさん、お疲れ様です。お疲れ様です。休暇の直前、急に仕事が忙しくなり、やりかけの仕事を残したままお休みを取った時のことです。仕事大丈夫かな、連絡来てないかなと気になりつつ、観光している時に吊り橋から携帯を落としてしまいました。川の流れもそこそこ速いし、ちょっと高い位置にある吊り橋で取りに行ける状況ではなくて、会社から連絡があるかもしれないのに、やばーいと焦ったんですが、同時にこうなったらもう開き直るしかないと、そうだ、気持ちがスーッと楽になりました。そうです、もう携帯っていうのはね、スマホっていうのは恐ろしいですよ。夕方旅館の電話を借りて、山奥の川に携帯を落としたので、日中はほぼ連絡が取れませんと。嘘つけって思うだろうな、会社の人は。会社に報告そこから自宅に戻って、新しいスマホを購入するまで仕事を忘れて楽しい数日間を過ごしました、うんうんうん、絶対に誰からも連絡が来ない旅、極上の時間でした。
次旅行行くときに、うん、まあ、2泊3日とか国内とかかもしれないですけど、はい、1泊2日ぐらいはスマホ一切いじんなくてもいいかもしれないですね。いいです。いじっちゃうんですよ、やっぱ仕事の連絡いくらでも来ちゃうんで、うん、ね、これはアクシデント的にこう桟橋から吊り橋からでしたっけ、桟橋から落としてしまったということですけど、結果いい旅になりましたね、うん、ありですね、携帯なくすっていうか、うん、一回閉じちゃうっていうのも、こういう時は、うん、ハンコ。続いて神奈川県49歳女性、自営中業のまっちゃんさん。まっちゃんさん、お疲れ様です。お疲れ様です。忘れられないのは2014年の2月、2週連続での大雪、ちょうど苗場でユーミン恒例の苗場でのライブ中でした。はい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 。一度目の大雪でもかなりの大雪に参っていましたが、二度目の大雪予報でした。どうなるかわからないので食料や緊急グッズを積んで苗場へ。一度目の大雪の教訓を生かし、友人とツイッターなどをチェックしながらいざ苗場へ。次々と高速道路の閉鎖状況がツイッターで流れる中、高速と下道を使い、最後月夜野から高速で抜けた方がいいみたいと。どうなんだ、どうなるんでしょうか。いろいろな情報がね錯綜している中ですけども、どうとたどり着けるんでしょうか。なんと乗った直後に閉鎖。あつあつ間一髪で苗場に到着できました。そうか、乗った直後に閉鎖だから乗れてよかったんだ、はい、実に自宅からまさかの16時間の旅。はい、当時パジェロエボリューションに乗っていたのですが、大雪の影響で何かを引っ掛けたらしく、アンダーガードが壊れてしまいました。はいはい。チェックインする頃には明るくなり始めていましたね。午後友人たちから交通手段がないなど連絡があり、テレビをつけてみるととんでもないことに、うん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 、当日はユーミンのライブがありましたが初の中止。あ、しかしそこはレジェンド、現場にいた人たちに向けてサプライズライブを行ってくれました。ユーミン、夫の正隆さんがピアノを弾いてアコースティックライブを開催。はあ、すごいですね。皆川健太郎さん、上村愛子さんの、上村愛子さんの結婚式で歌われたバージョンでブリザードなどを歌ってくれましたと。あ、なるほど。その後スキー場にもかかわらずリフトも営業が中止され、閉ざされた空間に高速が数日止まり、帰宅難民となりました。数日止まって、そんな大雪だったんだ2014年冬。家族にとって一生忘れられない旅です。逆にね、逆にね、どういうこともできなくなったし、サプライズライブもあったし、やってくれたしということで、うん、なんかここまで聞いてると意外とまあね、命にちょっと別なんかね害があった人はいけないんでしょうけども、そうじゃなくて何かアクシデントがあった時の方が思い出に、だからいい思い出、サプライズのね、はい、思い出っていうのもあるんですけど、じゃなくてやっぱりスマホを落としちゃったとか、うん、なんかイタリア人にかなりしつこく口説かれるとか、うん、もうちょっとある意味ではトラブルじゃないですか。でこれなんかもうまさに雪が大変でっていうことでトラブルでライブまで中止になっちゃって、だけどもそこで起きるんでしょうね、奇跡って。あ、そういう中で起きるんでしょうね。ユーミン先生ありがとうございます。ハンコ。さあ、お聞きいただいているのは今書き込みの中にもありましたけども、名曲でございます、松任谷由実さんでブリザードでございます。さあ、本日極上の時間案件、忘れられないあの旅プレゼントもやっております。呼び込みいけます。はい、そうなんです、はい、うん、掲示板に書き込んでくださった方の中から毎日5名様に1万円差し上げますので、はい、まだ間に合いますね、はい、全然1時間半ほど番組残っております、うん、ぜひ掲示板にメッセージお待ちしています。スカイロケットカンパニーです。スカイロケットカンパニーをお聞きの皆さん、お疲れ様です。ゆうじです。お疲れ様です。吉田明夫です。今週のワンモーニングは乃木坂46とのスペシャルコラボレーション企画、フィンガーズクロスと占い実施しています。
朝6時台に乃木坂46のメンバーが日替わりで今日の星座別運勢ベスト3、そしてワーストを伝えてくれます。明日は誰が登場してくれるのでしょうか、お楽しみに。さらにワンモ恒例食べ歩きライタームニグルメさんが選ぶおすすめグルメを日替わりでプレゼント。本日プレゼント分のプリン研究所おすすめプリンセットは今晩11時59分までワンモのツイッターをフォロー&リツイートでエントリー可能です。ぜひ。さらに8時台には大ヒット家計簿アプリザイムの生みの親が登場です。ワンモーニングは明日も朝6時スタート。本部長は家計簿つけてますか。家計簿わかるでしょ。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。記者の浜崎美穂です。さあ今日はですね、極上の時間案件、忘れられないあの旅。なかなかこの1年旅に行けてない方も多いんじゃないんでしょうか。現実逃避して旅の思い出を語り合おうじゃありませんか。東京都28歳女性、会社員のふくらすずめさん。ふくらすずめさん、3年前初めてパリに行った時のことです。はいはい。日も落ち始めた時間帯、私は凱旋門に向かうため地下鉄に乗り込みました。日本と違って乱暴に開閉するドアやスリにビクビクしながら、うんうんうん、いくつかの駅を通過した頃、ある駅のホームで勢いよく入ってきた人がいました。はい。ギターを抱えており、彼は早々に大音量で歌い始めました。はい、いいな、なんか海外っぽいですね。日本のメトロ事情しか知らない私は初めての経験でびっくりして、やばい人来た、怖いと思ったのですが、どうやら周りの乗客は慣れた様子で、うんうん、徐々にリズムに合わせて手を叩き歓声を上げ出しました。満員電車とかじゃなければそういう空間があってもいいですよね。うん。歌っていたのはボラーレで、確かに歌もギターもとても上手なんです。うんうん。そんな時に高架線に差し掛かり、車窓からはセーヌ川とエッフェル塔が見えていました。ザ・パリ、素敵な景色と素敵な音楽で、オーシャンゼリゼ、この時間間違いなく旅のハイライトだと思いました。オーシャンゼリゼ、すごいステーション旅のハイライトですね。すごい、 いいですね。うん、いやいいですね。想像しましたね今。はい、僕もフランス、スペインと一度行かせていただいて、はい、もうちっちゃい時からイタリア、うん、サッカー見に行きたいなと思ってて、今はスペインかもしれないですけど、僕はちっちゃい時ってスペインというよりはなんかイタリアっていう感じもあって、でピザも大好きなんで、イタリア行きたいなと思って行けてないから、イタリア行きたいななんてさっきの書き込み聞きながらも思ってましたけども、パリも綺麗でした。なんかね、パリは僕は街を歩いていてスーツを着ている男性の方がことごとくかっこよくて、なんかやっぱりスーツってそもそも西洋の人たちに似合うような着るものなのかなっていう、だから外国の方が着物着るよりも日本人が着物着てた方が似合うなっていう、体型的にあるじゃないですか。あの感覚をスーツでやられて、なんかね、自分もスーツ着てたんですけど、ギトンギトンにやられた感じですね。なんかうわーってこう、そうスーツの生まれた地域かこれかみたいな感じがすごいカルチャーショックだったんですけど、いいっすね。電車の中で急に歌い出してセリーヌ川が見えて、ね、エッフェル塔が見えて、うわもうザ・パリでございますよ。素敵、ハンコ素敵。うん。続いて東京都32歳女性、会社員の昔は刺身さん。昔は刺身さん、お疲れ様です。お疲れ様です。私の忘れられないあの旅はモンゴルです。モンゴル、今から10年前の大学生の時、モンゴル人の留学生とひょんなことで仲良くなり、その子が夏休みで帰省するときにモンゴルにお邪魔させてもらいました。いや最高、そういうのですよね。知り合いになった人の実家についてっちゃうみたいな、いや旅ですよ、うん、これ最高ですよ。なんとおじいさんとおばあさんはゲルで遊牧をしていて、ゲルに泊まらせてもらえることになったのです。ゲル泊まり、そこはもう感動と衝撃の連続でした。その1、道に迷ってゲルにたどり着かないときに友達とおじいさんは、
雲の形で位置情報を共有していたこと。いやーすぐ変わるもんじゃないの、大丈夫？はい。そしてそれで無事に会えたこと。うわすごい。その2、トイレがないなーと思っていたら、友達が辺り一面の草原を指してエビウェアと言ってきたこと。全部全部だよと。その3、馬乳酒はお肌が綺麗になると言われてたくさん飲まされたら、その夜お腹を壊して大草原で苦しんだこと。はい、数え出したらキリがないですが、うん、一番の衝撃はこれまで見たことのない満天の星空でした。星空ね。おじいさんとおばあさんとは言葉が通じなかったのですが、本当に優しく接してくれて、帰り際私はおえつが止まらないほど大号泣してしまいました。友達やおじいさんおばあさんには今でも感謝しかありません。おえつわかるな。わかるな。旅先の出会いの、おじいちゃん家とかおばあちゃん家行った時に孫がね帰りに行く大号泣する。ありますよね、親戚とかいとこと別れたくないみたいな、冬の終わりみたいな気がして、そうそうそうみたいな、あの感じに近いんでしょうね。世話になった人という。でアフリカなんかの話でよく聞くんですけども、はい、モンゴルの大草原も確かにパノラマ360度で、いや夜の満天の星が見え、はい、見てみたいな。それは大地と空と綺麗でしょうね。押させていただきます、ハンコ。さあそしてですね、ここで、今日のオープニングで、小林亜星さんのお話をさせていただきまして、楽曲も4曲かけさせていただきましたけども、はい、6時台もですね引き続き追悼の意を込めてですね、楽曲をいくつかここでかけさせていただけたらなと思います。もうこの楽曲に関してはモーツァルトが作曲なんじゃないのみたいな話しておりましたけど、小林亜星先生でございます。ね、都はるみさんの北の宿から寒さこらえて編んでますでございますけども、そこから始まってピンポンパン体操、そしてアニメですね秘密のアッコちゃん、そして魔法使いサリー、そしてガッチャマンの歌ときて、プロゴルファー猿の夢を勝ち取ろう、はいでございます。そして今お聴きいただいてるのが慌てんぼうのサンタクロース。もういろんな楽曲を5時台からですねまとめて聴かせていただいておりますけども、本当にすごい方だなっていう印象です。ハッシュタグスカロケ泉さん、泉さん知らない曲がない、偉大だな、偉大。慌てんぼうのサンタクロースもこれ日本の、そして小林亜星さんの作品なんですね。俺海外から当たり前のように流れてきた楽曲なのかと思っておりました。いやーこれでも何千曲って作曲なさった作品の中から、今日オープニングで4曲でここで7曲ぐらいの、まだ10曲ちょっとしかかけてないんですけども、それでもまあ世代を超えて多くの方が、もちろん知らないっていう世代の人もいるかもしれませんけども、1曲2曲は聞いたことある楽曲あったんではないんでしょうか。本当にすごい方だなと思います。そしてラジオですので、これからも小林亜星さんが作った残した作品にはですねお世話になり続けていくことと思います。本当にありがとうございます。さあということで案件いきますか。残り時間どうしましょうかね、少ないですけど行ってみます。極上の時間案件、忘れられないあの旅。東京都44歳女性、会社員のサニーさん。サニーさん、これ以上に思い出に残る旅行はありません。何でしょうか。世界一周旅行。わあ、夢の世界一周行かれてる。39歳の時にどうしても世界一周旅行に行きたくて会社を辞めて旅立ちました。いいですね、一度きりの人生ですもん。7カ国で25カ国を訪れた大満足な旅でした。7カ国です。7ヶ月です、失礼しました。7ヶ月で25カ国、はい、うわー半年以上。ちなみにかかった金額は190万円。おーなるほど、これは平均より多いようですが。多いんですね。女一人旅だったので、うんうん、状況によっては高くても
ちゃんとしたタクシーに乗ったり、治安が悪い街では少しいい宿に泊まったりと、安全のための出費が多かったからだと思います。なんかツアーとかコースで行ったんじゃないってことかもしれないですね。ご自身で宿変えたりしてるってことは、世界一周回って一番美味しかったのは何ですか、教えてください。なんだと思います？ピザ寿司寿司。正解はスイスで食べた焼きメレンゲにダブルクリームをつけて食べるデザートです。もしクイズとしたらハードル高すぎるわ今の。なんだと思いますって聞かないでよ。確かにそうですね、絶対出ないわ俺。まずスイスの国もなかなか出なけりゃ焼きメレンゲって言うよ、人生で言ったこともなけりゃ。何焼きメレンゲ、あーもう一度食べたい。何焼きメレンゲ、焼きメレンゲにダブルクリームをつけて食べるデザート。もうまず俺ダブルクリームが分かんないですよ。クリームの大盛りってことじゃないんでしょ。ダブルクリームってものがあるってことなんでしょうね、おそらくね。生クリームとカスタードクリームとかそういうことですか。もう混ぜさは混ぜてあってダブルクリームみたいな名前がついてんのかもしれないけど。うわ食べてみたい。世界一周行きたいと思いません？行きたいですよ。ね、でもさ行きたい、憧れですよ。憧れだけど、うん、これ行くタイミングあんのかね、仕事してる間に。だって定年もないよ僕ら。でも定年がない代わりに、はい、定年の前にいきなり仕事全部なくなる可能性は大いに、そのタイミングは大いに。でもさ仕事を全部なくなったタイミングで世界旅行行く金残ってないよ多分。もうその時なんかもう自力、これどう考えても行きようがないぞ世界旅行。本部長はだって借金してでも行った方がいいですよ。なんでだよ、なんで俺は借金してでも世界旅行なんだ。借金があると親戚の大学生のこと話してんのか。なんかその君やった方がいいよみたいな。本部長にとって借金というのはガソリンのようなものですから。俺別に金返すために必死に働いてるわけじゃないよ。ずっとあったけどね借金が。全然知らないでよく適当に話せるな。あんただって借金返すためにガソリンじゃないって。いや俺数年ないよ借金。ね、何をもとにその適当なトーク繰り広げてくれてんの。そういう話聞きたいですもんやっぱり、まあね、じゃあさラジオ休まれてくれんの半年。半年ほら鼻で笑い出してんじゃん。全然行かせる気ねえじゃん。半年はちょっとさすがに借金して行くからさ。借金して、まあ今リモートで放送できますしね。はい、うん、あれもう世界一周しながら集中できますね。ただ浜ちゃん、ただただ、あれ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 反抗。Welcome to Yellow City. タイヤの品揃えならイエローハット。タイヤの取り付けならイエローハット。タイヤで選ぶならイエローハット。七時です。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長の万坊八代です。時刻は7時を過ぎました。秘書の浜崎美穂です。7時でお仕事終わった方々お疲れ様でございます。お疲れ様です。梅雨入りましたので傘の忘れ物ないよう気をつけてお帰りください。気をつけください。さあ今日はですね、はい、本日テーマ極上の時間案件、忘れられないあの旅。リスナー社員の皆さんからの報告お待ちしているんですが、月曜日から木曜日まで掲示板に案件を書き込んでくださった方に現実逃避資金として毎日5名様に1万円分の旅行券をプレゼントします。掲示板に書き込むだけですので、ぜひ皆さんご参加ください。はい、ということでここからの時間はこちら、スカロケ一番搾り。やっぱりビールは美味しい、嬉しい。キリン一番搾りの提供でお送りします。さあ月曜日はこちら、今週の一番つぼり、全国うまい物語。皆さんがこれまで食べた全国の美味しいものを文章だけでいかにうまかったかを表現してください。
読まれた方全員に一番絞り 350ml 缶24本入りワンケースをプレゼントします。はい、メッセージは毎回美味しそうなんですけど、浜崎さんがねその日の体調もあるのかな、こう上手にいけると、あとでももうリスナーの皆さんももう浜崎さんにいかにふざけさせるかみたいな書き込みの勝負になってきてるような、うん、そんな気も、美味しさ勝負ですから、美味しさ勝負でいいんですよね。もうあくまでも、でもこのコーナーの関しては、うん、もう本当に読まれた方全員にプレゼントですの で、はい、すごいんですよこれ、うん、はい、行ってみます。はい、本日も頑張ります、うん、頑張ってよ本当に、はい、美味しくね、美味しく美味しくね、うん、それではまずは神奈川県28歳男性会社員のラジオネーム麻世文明さんからのうまい物語です。はい、麻世文明さん、江ノ島で食べたシラスの味が忘れられません。うまい、江ノ島の、あ、うまい、これ食ったことある。数年前に江ノ島水族館へ行った時のこと、せっかく江ノ島まで来たんだから美味しいもの食べて帰らなきゃねと、人気があるシラス料理屋さんを訪ねました。まず注文したのは生シラスの小鉢、綺麗に透き通っていて新鮮さが伝わってきます。醤油を垂らして一口、チュルチュル、口の中でとろけていく食感と磯の風味がたまりません。続いて出てきたのがシラスのかき揚げ、おい、いいですね。人の顔ぐらいあるんじゃないかというボリューム満点なサイズがこのお店の売り。天つゆにつけて一口、ガンブラ、サクサクの衣とふっくらとしたシラスの食感が最高です。間髪入れずに二口目、ガンブラ、ガンブラ、ガンブラ、そこにキンキンに冷えた一番搾りを投入、ごくりごくり、ポハー、いいですよ、いいです、美味しそうじゃないですか。かき揚げと一番搾りがもう止まりません。ガボリごくり、ガボリごくり、ガボリごくり、どこ、心配心配、ピッチュー、何の音、嘘、ピッチューって何の音、急にねえ、何、江ノ島を訪れた際にはぜひ味わってみてください。ねえピッチュー何、生シラスは漁の状況次第で食べられない日もあるようなのでご注意を。いや美味しそう、シラスね、美味しそうでしたね。ガブリ細くない、でもガブリがまたもうミキサーさん殺しになってるけど、の天ぷら、うん、ガブリ細くない、すっごい細いですよねこれ、拾いづらい、かき揚げ、いや普通にさガブリって言えばいいじゃないの。あこうサクってして、こうなんて言うんですか、うん、細いんだよなそれが。ちょっとガブリゴクリ、ガブリゴクリ、ガブリゴクリのところちょっと行ってよ、はい、ちょっと、あ、ここがやっぱこう醍醐味というか今回のピーク、はい、はいはいはい、行きましょう。かき揚げと一番絞りがもう止まりません。ガブリゴクリ、ガブリゴクリ、ガブリゴクリ、ピッチュー、何の音ね、そのかぶせピッチュー何ね、おい、おいピッチュー誰が出してんの。ね、二段階おいピチューいたけど、知らすぎるですね、そういうので遊んでるから、先週乃木坂の楽曲前に出ちゃうんだよ、ピチューが。ピチューから歌い出しの乃木坂の歌かかって聞いてる人がなんだこれみたいな、今のはなんか演出家みたいになってる。残念なことにつなぎ合わせがうますぎて、そのピチューからの乃木坂の曲のなぜか出てしまったピチュー。そういうことよ、遊んでるから出ちゃうのよ大事なところ。でも美味しさが伝わってくる、ガブリゴクリ、ガブリゴクリのね、うん、ピチューだけはよく分かんなかったけど、シラス汁ですね、シラス汁なんだね、そうだね、ピチュー、生シラス汁ね、そうだね、ピチュー、状態ですね、うん、生シラス汁、うんうん、生シラス汁です、かき揚げだろこれ。かき揚げ丼と最初の生シラスもあるので、え、最初のピチューなのこれ。え、だいぶ前に食ってたよ。歯に、はい、残ってた、口に残ってたものが、なんで食った時にピチューしないのそいつ。なんでその後時間経ってかき揚げ食ってる時にピチューに、か
かき揚げのシラスの途中でいいだろうね。シラスの食感と、はい。まあ、次伝わったということで、次のメッセージに。いや、うまそうだったな、マヨ文明さん、ありがとうございます。それでは、はい、続いては、東京都28歳女性パートアルバイト用のまいちゃんさんからのうまい物語です。まいちゃんさん、私が人生で一番おいしかったのは、朝から忙しく何も食べていなかった日の夕方に食べたカツサンドです。カツサンド。接客したお客さんが、羽田で買ったけど食べないからいる？とくれたもの。夕方17時、やっと訪れた休憩時間中にカツサンドの箱を開けると、甘だれの香りが箱の中から飛び出してきます。それだけで十分なのに、備え付けでレモン汁が。レモン汁をかけると、甘だれにレモンの酸味が合わさり、食欲を刺激します。生意気にも美味しそうじゃないか。表現に違和感があるかもしれませんが、私は某 SM クラブ勤務。急な情報強い。え、仕事の合間だったこともあり、 SM 嬢が朝から飯食わないで働いててカツサンドうまかったって書き込み。おい、何読んでんだこれ。職業上の表現が入ることをお許しください。もう SM 嬢が忙しくて朝から飯食えないことがあんのか。それ、そしてカツサンドを一つ頬張ります。ほっ、ちょこ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 、おいしい。甘だれとレモン、そしてこんがり揚がったカツの相性はバッチリ。何度も食べてきたカツサンドごときに不覚にも感動してしまいましたが、謝れカツサンドに。本当にもう手は止まりません。ほっ、シュクシュクシュク、うまいじゃないかこの豚野郎。豚だもんなこれ。この表現も勤務中の私にとっては褒め言葉です。そして3つ目、残っていたレモン汁を豚野郎にとろーり垂らし、体を汚してやります。体を汚して。豚野郎も心なしか嬉しそう。そして醜くなった豚野郎を、ほんシャクシャクシャク、豚風情が一丁前に美味しさ増してんじゃねえよ、お世話気だよ。何あんだってもう一回豚風情が一丁前に美味しさ増してんじゃないよ、お仕置きだよ。お仕置きだ、出ました。 SM 長から豚にお仕置きですよ。鞭を振るようにカツサンドを噛んでやります。ガチガチブヒーと聞こえたかどうかは定かではありませんが、聞こえねえよ。家から持ってきた一番搾りを取り出して、ごくりごくり、ブー。その次の瞬間、マリアさん、次のしもべがお見えです。こうして私の極上タイムは終了。もう一匹の豚を炒めつけに行きました。もうカツの方の豚にだけ謝って、そのもう一匹の豚、待ってる豚には謝んなくていいから。本当に美味しそうでしたね。いや、美味しそうでしたねじゃないよ。カツサンド美味しそうでしたね。食っとけよ。なんか忙しかったんですって。ね、ちょっと待ってよ、入ってらしたのか。このコーナー独自路線行き過ぎじゃない、うん、ちょっと。いやー、よもや美味しそうでしたけどね。いや、なんか入ってこなかったよ。もうどの辺から入ってきませんでしたか。序盤から某 SM クラブ勤務ですっていうところからもう全然入ってこなくなってびっくりしましたね。だってさ、食べてるところのさ、うん、ピークはどこだったのかな。ハムシャクシャクシャクのとこかな、やっぱり。もっかいそこ、カツサンド一つ目、うまいじゃないかこの豚野郎っていうのがあってからの、その後半のハムシャク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 、豚風情が一番。これちょっと、もうちょっとスイッチ入れてやってよ、ちゃんと、はい、ちゃんと SM 嬢としてやってよ一生。それはこの続きをハムシャクシャクから、ハムシャクシャクから、ハムシャクシャクから。わかりました。醜くなった豚野郎を想像して、想像しながらちゃんとやってよ。わかりました。はい。何度も食べてきたカツサンドごときに不覚にも感動してしまいましたが、もうこの手は止まりません。ほっシュッシュッシュッ、うまいじゃないかこの豚野郎。ほっシュッシュッシュッ、
豚風情が一丁前に美味しさ増してんじゃないよ。お仕置きだよ。ガチガチブヒー。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って美味しそうに聞こえたか。自分でやっててこれ美味しそうだなって思えるか。こっちがどうだ。ちょっとほんと申し訳ないんですけど、うん、ちょっと手本、お手本見せてください。俺がなんでやんなきゃいけないの。ちょっとわかんないんですもんこれ。もうハム、ハムシャクシャクから、ハムシャクシャク、はい、そしてカツサンド一つ頬張ります、うん、ハムシャクシャクシャク、サク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 、くー、うめえじゃねえかこの豚野郎め。ハムそれシャクシャクシャク、本当豚風情が一丁前に美味しさ、美味しくなった豚野郎、この野郎美味しさ増してんじゃねえぞ。女子足焼きだよ。女子プロ、女子プロレスラー、足焼きだよ。プロレスラー、何、女子プロレスラーですよね、この野郎。おしやきだよ。声高い。バカ野郎、豚野郎、おしやきだよ。カツサンドの美味しさは伝わってこなかった。どう読んでも伝わんねえよこれ。じゃあ私に言わないでください。いや、おかしくなってんだよ書いてる方が。書いてる方の麻痺はちょっと最近目立つようになってきましたね。お二人、お二人にプレゼントでございます。いや確かに久しぶりにカツも食べたくなって、カツサンドも、そして、ね、夏が来たら湘南行ってしらす丼食いてえなと思いましたよ。今週うまい物語をご紹介したお二人に一番搾り 350ml 缶24本入り1ケースプレゼントします。まいちゃんさん、まよ文明さん、ぜひ飲んでくださいね。ということで今週の一番つぼり、全国一番、全国うまい物語では、リスナーの皆さんからのうまい物紹介メッセージ募集しています。メッセージが読まれた方には一番搾り 350ml 缶24本入り1ケースをプレゼントします。スカイロケットカンパニーの公式社員アプリ、またはウェブサイトをぜひチェックしてください。スカロケ一番搾り、やっぱりビールは美味しい、嬉しい、キリン一番搾りの提供でお送りしました。スカイロケットカンパニー、東京 FM より生放送、失礼しました、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。さあそれではご紹介しましょう。本日のゲスト、福田萌衣さんです。こんばんは、福田萌衣です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。すいません、そのリモートでつながっているこちらのスタジオの画像が安定しないまま本番を迎えてしまいます、はい。大丈夫です。皆さんのお顔見えてます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はシンガポールですか。はい、あ、はい、シンガポールからです。シンガポール、まあ当たり前なのかもしれないですけども、うん、はい、音全然国内と違和感ないですね。あ、本当ですか、よかったです。はい、もう結構シンガポールからリモートでお仕事なさってる、東京、あ、日本のメディアの仕事なんかもたまにはあるんですか。あ、そうですね、テレビの、生放送とか出させていただいたりとかしております。はいはいはい、はい、旦那さんには出ていただいたことございますけども。あ、福田、はい、お世話になってます。福田さん自身は初出演になりますか、この番組は。そうですね、はい、初めてになります。わかりました。それではですね、リスナーさんにプロフィール紹介をさせていただきます。はい、福田萌衣さん、岩手県出身で国立大学をご卒業され、高学歴タレントとしてご活躍されました。そして2012年オリエンタルラジオの中田敦彦さんとご結婚。この今年の春から中田さん、そしてお二人のお子さんとともに家族でシンガポールに拠点を移し、新たな生活を送られています。はい、はい、シンガポール、今日はどういったあれですか、状況というか天候も含めて。はい、今は、今6時19分なので、東京からは1時間遅い
時間なんですね。でまだ外の方は明るい感じなんです。こっちは日が沈むのが7時半頃なので、結構明るいんですけれども、お天気はだいたい年がら年中一緒で、日中は30、今日は5度ぐらいまで上がっています。高い。はい。なので毎日半袖で生活してます。季節はじゃあ冬があるわけじゃないんですね。そうですね、寒気と雨季があるみたいなんですけど、うんうん、今はちょうど雨季の時期なのかな、まあ、雨がたまにざーっとスコールのような雨が降って雷が鳴って、でもすぐに上がってっていう感じなので、こっちの人って傘持たないんですよ。あ、濡れてもいいと、はい、濡れても乾くし、うんうん、まあ、どこかこう時間を潰してスコールが過ぎ去るのを待つっていう感じの生活スタイルで、はい、いいですね、うん、なんかそういう生活。はいはいはい。一番大きな違い何ですか、ここまで数ヶ月暮らしてみて。どうでしょうかね。でもやっぱりコロナ対策とかしっかりしてるなっていう印象があって、今もちょっとまだソフトロックダウン中なんですけれども、飲食店が休業してデリバリーサービスだけだったりとか、はい、あとは出かける人数も制限があって、昨日までは2人で今日からは5人まで出かける、一緒に出かけていいですよっていうことになったんですけども、2人じゃないと出かけちゃいけなかったんですか、それまで。あ、そうなんです。1ヶ月ぐらい2人までっていう制限があって、まあ、子連れとかだったら大丈夫なんですけども、お母さんと子供2人とかそういうケースは平気だけどもという。はい、あ、はい、そうですね。でも基本的には2人までっていう感じだったんです。シンガポールの方はそのルールを守るんですか。あ、守りますね。結構徹底して皆さん守っていて、で街にもそういうのをチェックする係の人がいて、例えばマスクしてないとマスクしなさいって注意したりとか。はいはいはい。はい。そのシンガポールはワクチンってどんな感じなんですか。あ、ワクチン今もうほとんどの人が1回目は、44% だったかな、 40% ぐらいの方は1回目の接種が終わっていて。そんなに進んでるんですか。はい、そうですね。で40代以上はもうかなりの方が1回目接種終わってて、今は12歳から18歳までの学生さんが受けていて、うん、で今週から19歳から39歳までのボリュームの方がこう受け始める、予約をしているって感じですね。わかりました、ありがとうございます。はい。そして今日出ていただいたこう理由というかですね、うちの番組でまあちょっと現実逃避しようじゃないかとかですね、うんうん、まあ、そういう話も含めてコロナ禍なの で、はい、でそんな中実際にですね、日本を離れてシンガポールにご家族で、暮らし始めたということですけども、はい、そもそもどういった話から考えから始まった移住なんですか、これは。そうですね、全く私自身も私の家族も海外で生活するっていうのは全く予想外にしていなくって、うんうんうん、準備とかも全然してなかったんですけれども、夫の中田敦彦の方が YouTube が仕事のメインになってきた時に、はい、ちょうどコロナ禍が去年起こりまして、うん、でそれで自宅をこうスタジオに変えて、でそこからもう一人でスタッフさんとかがセッティングしてた機材とかを自分一人でセッティングして、もう自分で YouTube を収録するようになったんですね、はい、でその時に、あ、これだったら、まあ、日本のどこにいてもできるじゃんって思ったのがまずきっかけだったんですね、はいはいはい、でそれで地方移住も検討しながら、うんうんうん、っていう話も家族でしてたんですけれども、はい、ある日これ海外行けんじゃねみたいなことを夫が言い出したんです、はい、武勇伝の始まりですねでそれでシミュレーションしだしたら、あ、これ海外絶対大丈夫やみたいな感じになって、でそれでまあこの、まあ、コロナ禍っていう機会、まあ、コロナ禍で移動するのはどうかなっていう葛藤も自分の中ではあったんですけど、なんかこのチャンスをなんかね、このチャンスを生かさなかったらもう次海外に移住するとかっていうのってきっと家族の中でないだろうなと思って、うん、でそれで、まあ、子供たちもいろいろ話を聞いたら、まあ、子供たちも行きたいっていうふうに言ってたので、じゃあ行っちゃおうかみたいな感じでシンガポールに今いますいろいろな国の候補があったと思いますけども、シンガポールの、はい、まあいろいろ複合的に判断なさってたとは思ってますけども、うんうんうん、決め手に近いものって何ですか。そうですね、いろいろ、まあ、家族でいろんな国を旅行したりとかしてたんですけども、その中でもなんかシンガポールがすごく
私自身も感じたのはなんかエネルギッシュな国だなと思ったんです、うんうん、エネルギーにあふれててそれですごく人に優しいなっていうイメージがあって、うん、あまりその私も英語がすごく得意っていうわけじゃなかったんですけどもなんかこう私が伝えたいことを一生懸命伝えようとすると皆さんこう聞いてくださるんですねこう、はいはいはい、何が言いたいの、うん、あそういうことが言いたいのでじゃあこうよみたいな感じですごくこう聞いてくれてでなんかそれは多分こっちに来て感じたんですけどすごくこう多様な民族の方が、うん暮らしている環境なのでそれぞれがそれぞれの背負ってる背景とかをこう それぞれに理解し合いながら生活しているっていうそういうなんか多文化的なところもすごく惹かれて、はい、子どもたちにはぜひそういう価値観を身につけてほしいなっていう思いもあったので、うん、一番シンガポールがいいんじゃないかなと思ってシンガポールはその本当に国として大きすぎることもなくそれから新しい技術なんかもどんどん取り入れていきますし僕1回目行った時から10年ぐらい経って2回目行ったんですけどもその間に物価の上がり方が尋常じゃなくてで街の様子もだいぶ綺麗になっててすごい勢いでまあお金も世界から集まってきてるんだろうなって感じしたんですけどその経済的な面とか物価事情ってどんな感じなんですかシンガポールってシンガポールそうですね高いと聞いてたのですごく大丈夫かなって心配だったんですけども東京都内に住んでた頃とすごく変わったかというとそこまででもないかなっていうなるほど、はいまあ、東京都も高いですからね高いですね、はい、家賃とか含めて、はいうん、そうですねあとはなんかお洋服とかももう年がら年中半袖でいいのであんまり買わなくなったりなるほどあともう大体その子供が好きな遊びとかももう iPad 1台で済んじゃったりとかっていうこともあったりするので思ったよりはそんなにははいかかってないかなって印象はありますね、まあ、家賃は高い、はい、またそれはいいお家に住んでるからというのもあると思いますけど住んでますよ絶対家に住んでんだからこの野郎も本当にまあ、ある意味では後輩の嫁として喋ってる部分もありますからただね後輩の嫁って言えないな初対面であると同時にあっちゃんも吉本辞めてるんですよね確かねそうなんですはいそうなんですよえっ慎吾は残ってんでしたっけあ一緒に退社しましたあそっか慎吾も辞めてるんだ、はい、そっかそっか2人でそうなんです仲いいですよねねありがとうございますねえ未だにラジオの喧嘩のやつとか出てきますけど調べるとでも本当に2人仲いい YouTube も僕たまに見させてもらいますけどもありがとうございます、はい、ちょっと前のやつなんかはもうコンビ2人でね昔行った弁当屋さんのところにドライブしたりとか、仲いいなと思う、微笑ましいなと思ってますけど、仲いいです。福田萌さん的に今回のシンガポールの移住、良かったかどうかっていう結果的なことはまだまだ出ないとは思いますけども、この時点で一番良かったと感じるのはどういった点ですか？はい、そうですね、やっぱり子供たちがなんかすごく毎日楽しそうに過ごしてくれてるのが私は良かったなって思ってます。なんかたまにやっぱり日本の友達に会いたいとか、うんうん、なかなかこうコロナ禍で祖父母にちゃんと会って、うん、さよならってできなかったんですけども、はい、それでもなんか生活の中で楽しいとかプールに入ったりとかも楽しいとかそういう風に感じてくれてるのもありがたいなと思いながら生活してます。東京、まあ、日本でも子供たちは育っていて僕なんかも田舎で楽しく過ごしてましたけども、うん、その自分のお子さんが日本にいる時とシンガポール行った時でシンガポールが楽しそうにしている風に見えるというのはどういった原因が一番大きいと思います？何ですかね。やっぱりでも一番は今夫も自宅をスタジオにして、うん、もうずっと一日中家にいる状況なんですね、はい、なのでそのお父さんが学校から帰ったら家にいてくれるっていうのがすごい嬉しいみたいで。なるほど。もうちょっとシンガポール関係ない話かもしれないけど。シンガポール関係ないかもしれないですけど。いやいや、はい、だけど環境を変えたからこそそういう風な今状態になってるということで。そうですね。はい。なるほど。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。
さあ、福田萌さんが本日のゲストです。引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。僕行った時にタイガーバームガーデンっていうところ行きたくて行ったんですよ、1回目は。あ、もうないっすかね。知らなかったです、タイガーバームガーデン。はい、うん、行ってみてください。確実にがっかりするところなんです。もうめちゃくちゃなガーデンなんで、はい、もしよろしかったらということです。ありがとうございます。うちの番組、うちに浜崎美穂さんという女性の方もいるんですけど、はいはい、浜崎さんから福田さんに何かこうお聞きしたいこととかございます？そうですね、シンガポールに住むことになってから、やっぱりその現地のテレビを見たりラジオを聞いたりっていうこともありますか？それが、うん、あまり見てないんです。あ、そうなんですね。英語ですか？はい、うん、英語ですね。英語と中国語のチャンネルがあって感じですかね。福田さんは英語か中国語がいけるんですか？あ、今中国語も頑張ろうと思ってるんですけど、まず英語を勉強しようと思って、はいはい、英会話頑張ってます。あっちゃんは英語いけるんですか？英語、はい、頑張ってます。じゃあ2人とも別にペラペラで移住したわけじゃないですか？じゃないんです、全然ペラペラじゃないですけど、もう行っちゃえ、みたいな感じですね。行っちゃえで、やっぱ言葉って超大事じゃないですか？そうですね。でもすごいやっぱり今テクノロジーがすごいなと思ったのは、もう子供の入学にしても、先生から英語でメール送られてきたものを Google 翻訳に全部ポンとコペペしちゃうと、全部先生が言いたいことが伝わるんですよ。で、それで私も言いたいことを日本語でバーッと書いてまたポコピして送ると、それが伝わるっていう体験がもうすごくて、ドラえもんですね。テクノロジーのおかげです。いや本当。え、今日あっちゃんいるんですか？あ、はい、今子供たちに。ちょっと出たらお金大量に取られるの、ちょっと。もう先輩でも後輩でもないから嫌かもしれないですけど、これなに、ま、ダメですか、あっちゃん出んのって。ちょっと、どうなんだ、あっちゃん。でもね、顔見せてよって言ってもラジオだからね、顔だけ映ってもあれなんだけど。ねえ、言われたでしょ。でも絶対あっちゃん出せとかって言われても出ねえし、このちゃんと別にいいんだからね、断ってこんな仕事なんだからって言われたでしょ。うん、なんか顔、はい、顔出し引退しようとしてましたかね、移住したタイミングに。してます？それで顔出し引退して、はい、で撤回したでしょ。はい、撤回しました。僕なんか芸人辞めるっつって辞めないっていう、辞める詐欺をもう5、6年やってるから、もうそんなのに比べたらね、そうそう、全然ゴーゴーあっちゃんと思う方だから、はい、そうなんだよ。すごい出てくれなそうだな、この感じ。私も気使うんですよ、出ていいのかな、出てダメなのかなって。ね、なんかちょっと大人事情もあるからよくわかんないですけどね。俺もね、どうしていいかわかんないし、なんか吉本だったら逆にグイグイいけるけど、もう吉本辞めてるから、それはそれで難しい。で、福田さんは事務所にどっか入られてるでしょ、普通に。あ、はい、事務所、はい、ほら、ずっと日本のずっとまでの会社で。だからさ、結局福田さんの事務所の判断になるから、うん、やめよ。やめよ。うん、なんかそんな感じじゃないわ。ね、あっちゃん出られるかなって言った時の福田さんのリアクションがそういう感じじゃなかったもんね。すでに。あ、ちょっとめんどくさそうだな、の匂いがツーンとしたもんね。うん。いや、いいんですよ。うん、すいません。いやいや、全然全然。はい、今後、シンガポールは、永住する予定ですか？あ、いえ、ビザの関係で、とりあえずは2年間だけこちらにいられるんですね。2年なんだ。はい。で、更新ができたらもっと長くいたいですけれども、まだわからないので、うん、まあ、でも、今は、なんかいろんな国とかも見てみたいなっていう気持ちもあります。ああ、他の、自分がこう学生時代とかこう一人の人間としてパートナーがゆくゆくはできて、そのパートナーと子供と家族と共に行ってみたいなって国を住みながら生きていくっていうのって想像ありました？いや、全然なかったです。日本にずっといると思ってました。どうすか、やっぱりこうワクワクキラキラしてますか？まあそうですね、なんかこう住む場所がどうっていうよりは、こう中田敦彦の妻として、うん、もういろんな経験をさせてもらってるなと思っていて、なるほど。5年前って
ちょうどパーフェクトヒューマンで紅白歌合戦に出てたんですね、夫は。え、パーフェクトヒューマンってまだ5年なんですか？ありがとうございます。かけてきます。2016年に、はい、出させてもらっていて、で、その時娘まだ2歳で、パパは歌手だと思ってたんですよ。なるほど。でパパ歌手って幼稚園でも言って回っていて、で今は YouTuber って言って回っていて、うんうんうん、なんかそういうもう職業とかも全然やってることとかも違うので、なんかその一緒のそのなんだろう F1 カーに乗せてもらってるみたいな気持ちで生活してるので、まだそのこれから先どうなるのかとか、どういう国に行くのかとかも見えないっていうところがすごい面白いなって思いながら並走してます。いやでも素敵ですよ。僕も独身なんですけど、やっぱり白馬に乗った王子様が僕の人生をもうなんか冒険に連れてってほしいっていうか願望があるんですけど、うん、誰かに連れ去ってほしいんですよ、うん、僕の人生を。白馬ほど優雅だったらいいですけど、私はなんか F1 カーで首がもうもげそうなので。いやでも F1 カーだけいいですよ、それが。スリリングで。僕だから福田さんに嫉妬してますもんね、ちょっと。なんかあっちゃんみたいな人と結婚した福田さんに俺ちょっと嫉妬してますもん。ありがとうございます。羨ましいです、本当に。あっちゃんの横俺だったのに、もう本当に。すいません、変なスイッチ入っちゃって。なんかもう時間ないんで最後になってしまうんですけども、はい、なんか最後に言い残してることとかございます？ん、言い残してること、あ、はい、じゃあ八代さんがまた舞台とかでいらっしゃらないときは夫に代打のチャンスを。シンガポールからリモートで。リモートで。いやいや全然やってほしいです。うん、前マスカロ系やらせてもらった時すごいいい経験だったって言ってたので、はい、あっちゃん1年に1回来てほしいんですよ。で、いろんな若い人なんかの悩みをあっちゃんに1年分答えてもらってその余力で僕は後の1年過ごすんでまた奥様としてね、旦那様とこの番組のことを最後に伝えてくださるなんて、本当八代さんすごいなって言ってました。やった時も僕がその相談に答えるのってもう医者が処方箋出すみたいな感じで、でもそれって解決にならないんだよなって言ってて、八代さんはいつもリスナーの方に寄り添ってもうカウンセリングだよなって言ってて、もう俺は八代さんの役割できない。これってすげーって話なの。あっちゃん自分のことちゃんと処方箋は出せるって言ってたの。違います、いや自分はなんか結局何も解決できてないなみたいなって言ってました。すいません、僕もね仕事柄意地悪な解釈を今してしまう、ありがとうございます本当に。ありがとうございます。最後になります。じゃあリスナー社員の方々に何かメッセージあればお願いします。あ、はい、シンガポールに今いますけれども、引き続き SNS などで活動しております。インスタグラムとかツイッターフォローしていただければ、あと音声メディアのボイシーもやっておりますので、ぜひぜひチェックしていただければと思います。本日のゲスト福田萌さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。スカイロケットカンパニー、出川哲朗です。ガチでみんなに伝えたい、それは朝毛は合わせ味噌、合わせ味噌、昼毛は赤だし、赤だし、夕毛は白味噌、白味噌。あ、うまい。お味噌汁なら長谷園。スカイロケットカンパニー、東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウ八代です。秘書の浜崎美穂です。さあ今日は極上の時間案件、忘れられないあの旅。神奈川県31歳男性、会社員の風の旅人さん。風の旅人さん、忘れられない旅。2013年に海外でサッカーが見たいと思い行ったヨーロッパ旅行、イングランド、スペイン、フランス、ドイツ、イタリアの5カ国を英語も全然話せない中観光して、いやーすごい、各国のリーグやチャンピオンズリーグを見て、うわー羨ましい、大変楽しい旅でした。はい、ユーロが開幕しております。その中で一番忘れられないのが、ドイツのミュンヘンからイタリアのミラノに移動する際の寝台列車での出来事です。英語喋れなくてもすごいよな。寝台列車を事前に予約していました。
予定の時間になってホームに行くと乗るはずの電車は来ているのですが、チケットに記載されている車両が連結されていません。チケットには203号車との記載が、201、202、301、302といくら見ても203だけ連結されていません。英語も全然なのにドイツ語なんて話せるわけありません。とりあえずその場にいた駅員さんにはボディーランゲージと単語の連打でなんで車両がないのか聞いてみると、すごく申し訳なさそうな表情をして、連結し忘れた、ごめん、代わりにこの車両に乗ってくれと、多分こんな風に言っていたと思います。はい、本当だったら一人部屋のはずだったんですが、4人部屋の狭い部屋、そこに同じように車両がなかった人が集まり、イタリア人と報道関係のアラブ人が2人のおっさん3人と同部屋になりました。するとアラブ人の1人が、はい、腹立つな、ちょっと文句言ってくるから待ってろと、多分こんなこと言っていました。違うかもしんないけどね。そのおっさんが帰ってくると手には多数のワインボトルとおつまみが、文句言って詫びの品としてもらってきた。そこから4人で飲み会が始まりました。いや最高な旅。不思議なもので言語は分からなくともコミュニケーションが取れ、非常に楽しい寝台列車でした。なかなかのハプニングでしたが、過ぎればいい話のネタになりました。コロナが落ち着いたらまた行きたいと思います。いやーザ旅という感じの書き込みでございます。ハンコ東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー、引き続き東京 FM でお楽しみください。はい、今日から始まりましたスペシャルウィーク、月曜から木曜までスカイロケットカンパニーは掲示板に案件を書き込んでくれた方に現実逃避金としてですね、毎日5名様に1万円分の旅行券をプレゼント。今日の当選者、ラジオネームのりごんさん、おめでとうございます。まるバナナさん、おめでとうございます。リュータロスさん、リュータロスさんお願いします。納豆ご飯大好きさん、お願いします。昆布茶のカルシウムさんです、お願いします。途中からなっちゃいました、おめでとうございま す, とい ま, すということで、スペシャルウィーク初日、福田萌さんにシンガポールからリモートで今日は出ていただきましたが、明日はもう演歌界のって歌謡曲界のレジェンドと言ってよろしいでしょう。小さな時から誰もが知ってます。僕もちっちゃい時、物心ついた時にはもう歌ってましたよ、はい、八代亜紀さんでございます。初来者です。八代亜紀さんでございます。楽しみです。どんな感じ、怒られませんようにそれでは本部長、今日も一日お疲れ様でした。旅に出たい。